楽しみにしていた複製画が出来上がってきました。こちらはコテの木ですね。用紙かなりしっかりしたいい紙を使ってます。こちらで見ましょうか。こちらはおなじみのボレロですね。こんな感じになります。で、今回サイズは A4 なんですが、原画に近い F6 とかでももちろんできます。で、なおこの複製画である証明書がつくことに